オランダ決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。裏を狙っていきます。打っていった。スペイン先制。ゲームも終盤、ここで大きな大きなゴールが入りました。スペインやった、決まりましたね。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね。